設備はだけど学校の先生やってない人も砂田さんも2人だか3人かが子供でいいね。隅田こんにちは。盛岡から北を目指す孤独のライダーです。早春の岩手山、なかなかいいもんでしょ。雪をかぶった姿が凛々しいです。どんな苦難にも負けない姿を彷彿させます。人間誰でも生きてりゃ苦しい時はあるよね。その時に忍耐していれば少しずつ器が大きくなるんじゃないかな。だけど自分だけの力だけでどうしようもない時があるよね。そんな時は正しい道に向かってもがくことが大切なんじゃないかと思う。そうしているうちに解決の道へと導かれるんじゃないだろうか。大昔から人間は幾多の苦難を味わってきたわけだろ。そして今ちゃんと生きている。滅亡することなく生きているよね。不安や心配は人それぞれだけど、常に地球は前に向かって動いているわけだから、自分も少しずつでもいいから前進していきたいよね。僕は最近病気したことにより今まで躊躇していたことに挑戦しようと決めたんだ。人間は変化を恐れる生き物だと思うんだけど、そこに飛び込んでいかないと新しい自分を見つけることができないと思ったのさ。そうしたら時代の方が変化を求めてきたね。反強制的な感じになっちゃったね。拷問だ。人類は今人類史上最も変化しなければならない時なんじゃないかって。そんな時に病気して重い腰を上げることができたのは運が良かったとさえ思えてくるよ。皆さんは今置かれている状況をどう思いますか？複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。ここ鹿角市の用水路、これ結構好き。この何気ない田舎の景色、ここも結構好き。それで以前こういう動画撮ってたんですよ。バイクで巡る宿場ロマン漂う秋田鹿角。スタートはここ小坂町の田んぼ。ここからちょっと南の鹿角に行ったわけですね。小坂町の観光地に入ってまいりました。でも花がまだ咲いてないね。ここは後楽館という現役の芝居小屋です。それではシネマチックに。
Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrow's in your brain. あれ？カツラーメン食いたかったんだ。はい、はい、どうも。待ってましたよ、カツラーメン。いつかは食べたかったカツラーメン。ここ大阪名物の B 級グルメらしいです。麺はシコシコ、なかなかだね。ではカツはどうですか？スープを吸ってどん兵衛のお揚げのようです。このカツラーメン、着丼まで少々時間がかかりました。ということはしっしっかり揚げたてのカツを使ってるわけでございます。そりゃそうだよね。小坂の名物、小坂の顔なんですから。少しでも品質落ちるとその悪名が全国に知れ渡ってしまいますからね。孤独のライダーが保証します。小坂のカツラーメンはうまい。孤独のライダーシールを贈呈してもいいくらいです。え、なんだって孤独のライダーシールって？電動バイクで充電させてもらうやつあるだろ。充電させてもらったとこにシールあげてるじゃないですか。じゃあ孤独のライダーシールがあってもいいんじゃないかと思ったのです。今頭の中でぼんやりとしている段階です。デザインも決まっておりません。何しろ今バイクに乗れません。だからバイクに乗ってる姿をデザインするのもなんだしなぁと思ってるところであります。そもそも僕顔出ししてないじゃないですか。どうやって僕を表現すればいいのか悩んでいるのであります。なんだか聞くところによるとラーメンばっか食べてるおっさんというイメージがあるらしいです。そのイメージでデザインするとラーメン屋ばっか行かなきゃならないじゃないですか。一応ラーメン以外もちゃんと食べてるわけで、いつもレトロな食堂ばっか行ってるわけじゃなくて、普段の僕はおしゃれなとこ行ったりしてるわけであります。皆さんは僕をどんなおっさんだと思ってますか？なるほど、そうきましたか。今いろいろな声が聞こえてきました。人それぞれいろんなご意見があるんですね。ますます僕の頭は混乱してまいりました。これでは今年中にデザインがまとまるか微妙な塩梅です。まあそれで商売しようなんて 1% ぐらいしか考えてませんからいいんですが、小坂名物カツラーメン。